はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は2024年の4月の1日です。4月になりましたね。トランプ前大統領の SNS からご紹介させていただきたいと思うのですが、その前にマイク・ポンペオさんというトランプ政権の時の国務長官いらっしゃいましたよね。彼が今どのような状況になっているのかなと、時々気にはなっていたんですが、彼がどういうことした人なのかっていうのを最近聞きましてですね、それはことふみ郡山のニコニコチャンネルに吹き替えはアップしたんですが、かいつまんでご紹介しますとですね、最近ジュリアン・アサンジというウィキリークスの創始者の方がイギリスからアメリカに引き渡されるかどうかというニュースがあったと思うんです。で、彼をですね、やっちまえと言ったのがマイク・ポンペオさんなんですって。やっちまえっていうのはどういうことかというと、この世から消してしまえということをマイク・ポンペオさんは政権にいた時にそういう話をして、で、それは合意を得られなかったために今に至ってるみたいなんですけども、マイク・ポンペオさんというのは元 CIA 長官なので、CIA 長官だからどうなのかな、どっち側なんだろうとね、ちょっと思っていたんですが、はい、思いっきりそんな感じの方でございました。はい、そして2、3日前にアメリカの警官が殺められましたよね。移民に殺められて、その奥さんと、残された奥さんと赤ちゃんが1歳半ぐらいの小さな赤ちゃんでした。これについても少しご紹介したいと思うんですが、ちょうどこのような動画が流れてきましたので、音声抜きでいきたいと思いますが、これはお葬式の時の映像なんですね。そして、この後、女性の方が出てくるんですが、この方ですね。この方はニューヨークの市長さんということなんですね。お葬式から追い返されているんです。式場に入ることを許されなかったんですね。で、引き上げていくところです。なぜ彼女がこういう待遇をされたかと言いますと、彼女がニューヨークで犯罪を犯しても、保釈金ゼロなんですね。そういう法律が可決されているので、何回犯罪を犯してももうやりたい放題なんですよ。刑務所に入ることないんです。すぐ出てこれるし、保釈金ゼロだから実際入ることもないし、ということで、21回もその犯人は逮捕された経歴があったんですって。それで、ある時職務質問をした警官が、撃って殺められてしまったということです。で、その警官には、綺麗な奥さんと可愛らしい1歳半のお子さんがいらっしゃった。それを追悼するためのお葬式にはね、ものすごい数の警官が出ています。そしてトランプさんもこの撃たれた警官の奥さんの元を弔問に訪れていて、それでトランプさんが弔問に訪れたことでみんながものすごく安らぎというか、ほーっとしたというような話がたくさん出てきました。そして、もちろんその後にトランプ大統領はメッセージも出されていますよね。このメッセージに関しては、私も吹き替えでご紹介していますので、ぜひお聞きになられてみてください。はい。それでは今日のトランプさんの SNS からご紹介します。まず、こちら、ジャック・ニコラスから、チャンピオントロフィーを受け取りましたと書いてあります。ハッピーバースデーアリーナ。この下から読んでいきたいと思います。2024年のボス選びを妨害するためにあらゆる手を尽くし、私を刑務所に入れようとしている邪悪で腐敗した検察官や裁判官を含むすべての人、そして彼らのせいで私が完全に全くもって軽蔑している多くの人々を含むすべての人にハッピーイースター。アメリカを破壊したい。今は落ちぶれていく国家を。アメリカを破壊したい。今は落ちぶれていく国家だが、あくまで病んだ、狂ったジャック・スミス、ミセス・ファニー、ファウニ、ウェイド。彼女はジョージア州での虎親分の迫害が始まるずっと前に何年間もずっと彼女を愛していた。その特別検察官のことはほとんど知りませんでしたが、今わかったと述べました。したがって私に対する訴訟は無効となり、違法です。ファニー・ウィリスさんというのはこの女性の方で、その恋人がこの後ろを歩いている男性ですね。そして暴力犯罪に怠けているアルビン・ブラックは、検察庁で不当に働いている根性のねじくれ曲がったジョーの司法省のチンピラたちと一緒に発生もしていない事件で私を不法に起訴しました。それは事実上すべての法律学者が持ち込まれるべきではなく、持ち込むことは法律違反であるという事例です。他のすべての法執行機関によって拒否されており、犯罪ですらありません。すべての人にハッピーイースター。次、バイロン・ヨークさんの発言。それは大きな冗談でした。しかし、4億5400万ドルは冗談ではありません。もちろん今回のようなことは民主党にもいつの日か起こるでしょう。おそらく現時点では誰も予測できない状況下で、常識が優先されなければそうなります。という言葉を紹介しています。次、同じく断固として反トランプ派の進歩派評論家、チェンク・ウィグル氏も同様の見方をしていました。私にとって控訴する前に全額を前払いするのはトランプ氏だけでなく誰にとっても厳しいことのように思えますと、ウィグル氏は自身の番組、若いトルコ人で語りました。彼が控訴で勝訴したらどうなるでしょうか。つまり担保を得るために彼にすべての財産を売却させますが、そうすると彼はそれらを買い戻すことができなくなります。ですから彼の弁護士が取り返しのつかない損害というのは、この場合経済的に言えばそれは取り返しのつかない損害ということでしょう。次、ワシントンポストのコラムニストルース・マーカス氏は、断固としてリベラル派で反トランプ派ですが、トラ氏の訴訟が前例となる可能性について懸念を表明しました。今週の彼女のコラムより、控訴審でのトラ氏の主張の本質は、彼が引き起こしたとされる被害はせいぜい最小限で、すべての貸し手に返済されたということであり、したがって彼に対して課せられた罰金は非常に過大なものだったということです。難問は判決の規模そのものと、その結果としてトラ氏に課せられる保釈金の額がトラ氏の上訴を不可能にする可能性があるということです。トラ氏は自身の訴訟を追求する可能性がありますが、その間ジェームズ氏には前大統領の資産を差し押さえて売却する権利が与えられることになります。それは正しくありません。つまり、損害賠償額が法外で不釣り合いであればあるほど、上訴が難しくなるということなのです。次。これは我が国の法制度に対する恥ずべき行為です。マーチャン判事は直ちに制裁され、罷免されるべきであり、極度の矛盾を抱えた判事によってのみ存続させられた、このインチキ事件は直ちに完全に却下されるべきです。事件は存在しません。犯罪は存在しません。アンディ・マッカー氏、ジョナサン・ターリー氏、そしてすべての法律専門家や学者は、これが決して提起されるべきではなかった訴訟であることに広く同意しています。これは他のすべてのデマと同様に、米国史上最悪の大統領を再選させることを目的とした、根性のねじくれ曲がった梅田の性的に対する司法省が主導し、調整した政治的不代理妨害の魔女狩りです。と呟いています。そしてこの最後の書き込みなんですが、どういうことかについてわかりやすく説明しているページがございました。それをもとにご説明させていただきたいと思います。こちらの記事です。トランプ氏が直面している最新の観光例、猿靴輪と煽りというタイトルで、ニューヨーク州最高裁判所のファン・マーチャン判事は今週、司法行政を脅かすトランプ氏の攻撃の歴史を認定し、トラ氏に観光例を敷いた最新の法廷となりました。この命令は、トラ氏の元顧問マイケル・コーエン氏、元ストリッパーのストーミー・ダニエルズ氏、首席検事マシュー氏など、この裁判と政治目的での法制度の武器化疑惑をめぐる公の議論の中心人物に対する公の批判を禁じる内容となっています。と記事は伝えています。この記事の伝えることによりますと、結局この観光例というのは憲法違反なので、ことら親分は控訴すべきだということです。そしてこちらの右側に載っているのがマイケル・コーエンさんという元トランプ大統領の悪徳弁護士なんですが、彼は偽証罪で何件か起訴されておりまして、弁護士資格も剥奪されていて、その偽証の癖のある人という認定がされているんですね。で、今回この人がスター証人という形で出てきているんですが、彼の証言が果たして信頼できるものなのかどうかというのは甚だ怪しいわけですよね。だけどこの人最近テレビに出まくっているんだそうです。テレビとかあちら側のネット番組とかに出まくっていて、まあ主張していると。そういうことがマイケル・コーエン氏たちには許されるんだけれども、トランプさん、この偽のインチキ訴訟を起こされている、被告になっている、起訴されているトランプさんは何も言えないんですよ。それが果たして公正な裁判を受ける憲法上の権利が保障されているんだろうかという問題なんですね。それで今回の一連のトラン親分に対する法を使った攻撃ですよね。それに対して裏で糸を引いているものとして元司法長官のエドウィン・ミースさんという名前が挙げられています。この左の方ですね。で、右はジャック・スミスといって特別検察官で今回表立って動いている主要人物なんですけども、もともとは検察官でもなかったんだけれども、民間の人だったんですが、それを引っ張ってきて、トランプさんをやっつけるために特別検察官に就任させて、マーラー号の事件とか、この人の指揮の下で動いているんですよね。かなりの悪人です。そして、この一見穏やかそうにしている、この元司法長官ですよね。この元司法長官がどうもなんだらきな臭い方のようで、経歴としては1931年生まれの共和党員なんですって。そしてレーガン大統領政権移行チームにて、レーガン政権の時の司法長官を務めた方だそうです。そして今はヘリテージ財団の理事をされています。で、彼が2年くらい前に絶対トラ氏を、捕まえるということで、青写真を書いて、そして司法長官のメリック・ガーランド、今の司法長官ですよね。彼に、指南をした。で、それでメリック・ガーランドが民間人だったジャック・スミスを特別検察官に任命して、そして今の攻撃に至る青写真を書いて実行に移してきたということでございました。はい。彼らがこれでいけるだろうと思っていた大きな2つがあるんですね。それは1つはマーラゴ襲撃で分かりましたように大統領の機密文書、機密文書は大統領だけがその開示できる特権を持っているんですけども、トランプさんはその特権がないのに勝手に持ち出したというそういうイチャモンをつけていたんですが、それで責められるだろうと思っていたんですね。それともう一つは、月6日の議事堂襲撃事件は、トランプさんの主導による反乱だという組み立てにして、それでトランプさんをやっつけようと思っていたんですが、そのどっちもうまくはいかなかった。で、それはなんでかというと、トランプさんの力をあまりにも過小評価しすぎていたんじゃないのかということをこの記事の方はおっしゃっていました。トランプさんの力は彼らに見せていたようなもんではなくて、本当はもっとすごいものがあるので、そこを見誤ったんだろう。だからうまくいかないよというような内容でございました。はい。今回はここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではまた。